自分の頭の中にインターの文字が割とちらついたのはもう20代後半の時ですね。20代後半ですか？そうです。私がセンターでメインボーカルしてるからヒット曲が出ないんだろうな。なのでその時はやめさせてくださいって。歌手の安室奈美恵っていうのがちょっと分からなくなった時期がやっぱりあったので、でその時にどういうふうに脱出していいのかもやっぱ誰も教えてくださらないし、まあその時は息子もいましたので、この子のために何ができるとか思って、それは初耳であ、す本当ね。ですか、ああどうすればいいんだろうって。引退のことを誰かに相談することができず、あの時息子出産してなかったら多分全然違う安室奈美恵がここに座ってるか座ってないか だと思います。